まこなこです。今回からライザのアトリエ3をやっていきたいと思います。1作目2作目はプレイ済み、ムービー中や会話中は喋らずにやってきますので、その点ご了承ください。早速やっていきましょう。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリンシュタウトは今とんでもない出来事に直面して、うわっ！危ないとこだった。島暮らしで腕が鈍ったのか、ライザ。助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザ、大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたがな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち、私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。えい、もう手早くやっつけるよ二人とも。うん、というわけで唐突で戦いチュートリアルいきなり始まったね。あ、戦闘が始まります。敵を全滅させることが目的。右側、味方の HP 全員がゼロになると敗北。右下、AP というポイントがある。右側の白いゲージがウェイトゲージ、ウェイトタイムゲージか。 B を押すと通常攻撃。これ B じゃ分かんないんだよな。プレステのコントローラー使ってるから。3回連続で攻撃してみましょう。これでおしまい。任天堂スイッチだと A のボタンだから分かりにくいんだよね。さて、 AP ポイント獲得できる。たまるとスキルを発動できる。うぜ、最後だ。2投で決める。うん、 Y を押すとガードできる。ガード値は受けるダメージが減少する。ウェイトゲージが停止する。うん、敵ちょっと分かりにくいな。上の方あるらしいんだけど、これガード押しっぱなしじゃないとダメ？押しっぱなしだな。なるほどね。ああ、一番上じゃなくて敵の上にもゲージが書いてあるんだ。ガードできます。うん、これさっきと同じ説明だね。タイミングよくガードしろってことか。ジャストガード好きじゃないんだよな基本。あまりうまくできなかったりするから。これジャストガード？結構遅かったけど、したタイミング RB をしながら XY を押すとスキルを発動できる。 B を押して通常攻撃発動後何かをやれ。 RB どれよ。RB がどれだか分かんないんだっての。頼むからプレステ表記も用意してもらいたかったけど。でレベルアップというのはなんだ今。さてスキル発動して AP が必要になる。いや今やったよね。それ連続で発動ね。
ちょっと待って、今なんでできなかった？あれ？なんか逆にできなくなってんだけど。じゃあそもそもなんかできてないのか。だから RB じゃわかんないっつーの。ちょっとなんか初手から。2つよ。いやさっきから落ちたけどな今。なんでできてなかった？スキルの発動タイミングによってタクティクスレベルが上昇する。チュートリアル終了。ようやく終わってくれた。なんか落ちタイミングあるのかな。行動中じゃダメとか。うん、こっち側に特に来る気配ない。うん、うまくいかないね。なんか今回難しいな。だから限界以上に難しいんだけど。これ向こう側に移動は、移動はキャラのモード変更じゃない、ターゲット、いやモード変更今やったらターゲット、まあ移動してるのか。これもう行動できるよね。あ、なるほどね、今敵が戻ってくるの回ってた感じか。貴様を、よし、こっちは倒したぞ。やるじゃん、ボス。ちょっと見るべき場所が多すぎて、これなんで連続今できなかったんだろうな。それが分かんないんでね。あ、ちょっと遅いのか、多分。1,2,3,4 連撃か、通常は。最後だ。うん、なんとか倒せた。さて、どうなるか。唐突に始まったけど、はあ、なんとか片付いたけど、やっぱりこの近くじゃ見たことない魔物だね。ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。アガテ、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザだと、ブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もう。まあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ナイザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、分かってます。至れ。何これ声、どこから。至れ、栄養術師で、至れ。頭に響く、これは何、誰、何時、栄養を至る錬金の術師、手塚らの鍵の手、回転の牛に至れ。今のライザー、帰るよ。あ、うん、今行く。
私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです？その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが、驚いたな。ライザが古老と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったくあの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。が、彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。古老だって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロー、ライザー、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる。そんな予感が。
なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん、心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが、交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザ、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、お任せあれ。はあ、損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コローもさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。ということで、ようやくゲームスタートといったところ、段差で、だから B って言われても、わかんないんだよな。目的の地点表示、一部を除いた各クエストには、目標の場所がある。うん。アイコン、エリアマップに表示されるほか、ミニマップとフィールドマップにも、ハテナとびっくりマーク。なるほどね。その他フォトモード、フォトはいいでしょう。薬の素材なら森で集まるかな。今さ、グラフィックのところ英語だったよね。なんだろう、もう日本プレイが放っておいているような。これフォトモードあれだな、左側スティックを押し込むとフォトモードになった。ダッシュがどれかでできるはずなんだけど。なるほどね。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。さて、ランドマークというものがある。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。結構ベラベラ喋るね。で、マーキングもあるから、マップ中にどの方向がね、分かるような。こんな場所もあるなんてな。あ、特に後ろついてきてないんだ。後ろいるかなとか思ったけど、ここら辺何かあるはずだけど、段差越えろって話でね。いや、関係ないな。段差は一応ジャンプがある。ここはいけそうだけど、いや違うな、ここじゃないな、ここだ。違う、調べるわ。
特にマイクロソフトの Xbox のコントローラーと Nintendo Switch のコントローラーがボタンのね表示が逆だからより分かりにくいんだよね。でここに来て何すればいい？なんかハマってハマって終わりそうなんだけど、特にアイテムがあるわけじゃないのか。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？さてとっととゲーム進めろと言わんばかりの会話が、うん、早くもなんとか到着できかな。さあ今回もたくさん持って帰るぞ。あんまり重たいものは拾うなよ。いいもの手に入るかな。ふっ、あースイング、うん、ファイザなら有効活用してくれるよね。まあ、一応 PC 版で遊んでるのでもうそろそろ PC で遊ぶになれば、ちゃんとコントローラーを Xbox にしないとダメかもね。ずっとプレスでコントローラーやってるんだけど。とりあえず集めておく。なんだろうな、今周囲のものも取れたね、一箇所から。えい、さあさあ集めちゃいましょうね。うん、小さいの、いや大丈夫か。ティアー、あー今ここら辺スイング出たけど、あーなるほどね、ネットがないとダメとかそんな感じか。材料結局何を取ればいいのか書いてないよね。いや違うな、ここを全部取ってかなくてもいいんだ。さらに奥に何か、この辺りで薬の素材が取れそう。うん、ここら辺で多分取っていくんでしょ。よっ、ちや、うん、必要な分は集まった。あとは隠れ家に戻って調合するだけ。早く作って持っていってあげよう。これ2作目と1作目って後ろにキャラクターついてきたっけかな。見つけた。ちょっと記憶にないけど、記憶にないというかもうね結構前にプレイしたから忘れたっていう話なんだけど、ついついあれだね、殴っちゃうね。ここら辺この光ってるのと光ってないのの違い、多分光ってる方がいいものもらえるとかそんな感じだと思うけど、あれだな、これ触った後そんなずっと居続けなくても良さそう。でどうやって戻るのこれ、ワープないのかな。移動も多いし身軽な服装を選んで正解だったな、うん、ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。さーて今回の収穫はと。なんだか楽しそうだな。うん、とりあえず戻って何かするんだろうけど、まあ錬金か。なんかちょっと出だしがなんかパッとしなかったなって気が個人的にはしてるんだけど、一気になんか詰め込みすぎて何やったらいいかがねちょっと分かりにくかったっていうのがあった。素材よし、釜よし、それじゃあ始めよっか。何作ろうかな。さてチュートリアル、アイテム作り出すレシピが必要。グランビーンズ、レシピを選択、材料を投入して調合を行う。種類がある。あ、緑は風かな。うん、属性値というものが決まる。いや相変わらずちょっと分かんないな、もう何言ってるか1作目2作目遊んでるはずなんだけど。うん、ここには必ず何かを入れないといけない。何入れようかな。多分これ緑色の何かを入れろってことだと思うけど、ここは黄色の何かか。入れる場所は、うん、調合できるようになりました。さらにアイテムを強化しましょう。
購入回数がゼロになるまで。上今4って書いてあるね。特性、特性感でいいのかな。特性はかどういう風に読めばいいか分かんないけど、あーダメだ、もう頭が何言ってるか分からん。うん、こちら側に何かを入れて、マテリアル感解放、マテリアル感って言うんだ。おしまいか、もう下はこちら側、何入れようかな、入れられる、まだまだすごくなるかも。ここ考えすぎかな、もう緑がないからダメだよね。考えすぎかな、これでいきましょう。引きすぎ、引き継ぎは回復力上昇、いや両方とも引きすぎるね。よし行け、うん、完成。うん、グランビーンズできた。さてこれを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す、うん、またあの時みたいな。頭にレシピがひらめいた？一体なんだろうこれ。ねえ、なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。これは鍵だよね。なんでこんなものが。ダメだ、何も感じない。秘められた力とかがあるのかと思ったんだけど。仕方ない、とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。アガーテ姉さんは港で待ってるはず、早く私に行ってあげよう。さてフィールドにある様々な仕掛けは A を押すことでそれを使って移動することができる。多分船に乗るってことか。調合超特性、まあ何かあるんでしょう。アトリエでは調合や休憩のほかセーブやロードもできる。どこだどこだ、セーブはテーブルじゃない、ベッドでは時間の変更、外の焚き火では時間帯、ちょっと見えなかったな。ワールドマップを表示可能、多分ここでセーブが可能。なんだろうこのセーブの見た目、ちょっと今まで見ないかのような。ああなるほどね、こういう風に表示されるのね。でなんか全員もレベル20ぐらいになってるっぽいね。あなぜか立たされてんだけどこの2人かわいそうに。あこれ音声出ないね。さてタオ相変わらず頼もしくなってるね。さてじゃあ行きましょうになるんだけど、ここは1作目か2作目か忘れたけど、拠点になった場所でね、まあ1作目かな？ 2 作目また別の場所だもんね。さて、港行きましょう。あ、畑とかあるね。さて、この場所、船乗って。結構この切り替えが早いんだよね。今 PC で遊んでるけど。任天堂スイッチとかプレステ、まあプレステ5で遅いってことはないと思うけど、プレステ4とかね、そのあたり切り替えのタイミングとかどうなるか気になるけどね。早いのか遅いのか。さてこれも1作目と同じようなマップだけど、まあほとんど覚えてないから、ナビゲーションに従っていきましょう。いるね。
薬用意できた。これで平気だと思うんだけど。アガーテ姉さん、薬持ってきたよ。ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな、地震か。あんた空剣島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空剣島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザー？一体どうしたんだ？遅いぞ、ライザー。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すより、まず島の心臓に行こう。浮上装置が？タオ！わかってる！タオ、まだか？ちょっと待って、今見てる。干渉を受ける異常物体。やっぱりそうか。大体わかったよ。簡単に言えば、浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力？それって、もしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙なら、ちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。なんでございましょう？例のあれ、あれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか？そう、その早い馬。お手紙はお持ちでしょうか？ちょっと待ってください。はい、確かに受けたまわりました。あいつらに連絡したのか？うん、急いでたから一言しか書かなかったけど。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。タオとボースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。というわけで、多分1作目と2作目どちらかに出てきたキャラクターに手紙を送ったと思うんだけど、全部集まるのかね。動物、アイテムをくれることもある。ファストトラベル、フィールドを探索してランドマークを発見しておく必要がある。これなんでね、今英語版のテキスト描かれてるんでね。で、 PC 版 Steam 始めると最初は英語表記になってたっていうね。まあ日本語に直したけれども、あまり日本人フレンドリーでないね、なんか展開になってる。まあなんかいろいろ書いてある。ゴールドコインというものがある。
さて、クエスト終了。アガテ姉さんの手伝いをするわ。新たに2つほど、あとコローの手伝いも。ここら辺画面の切り替えすごい早かったね。さてどこだどこだ。こちら側、なんだろうな、なんか画面ぼやけて見えるんだけどな。なんでこんなすごい目に悪いかのような。なんか先がぼやけて見えててすごいなんか視力悪くなったかのようだね。まあ逆になんかそんな感じになるんでね。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。さて2作目のキャラクターも全部出るのか気になるけどね。さてどんなもんだ。結構長い距離歩いたけど、以前はあれだよね、これ画面切り替えあったけど今回ないよね。そこら辺の違いも。アガテ姉さんの方行きたかったけど、先コローの方。おお、ライザ、いいところへ。コロー、こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなったわい。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの、あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか。うん、全部は無理かもだけど少しなら手伝えるよ。本当か。それなら対岸にたむろしている魔物の掃討を頼む。よし、任された。早速行ってみようか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。どうやら魔物も異変を察知しているみたいだな。僕らより敏感なのかもしれないね。というわけでこちら側、あっと通れないけど、ここはこれあれじゃない、名前忘れたあの人の親じゃない、ザムエル、名前なんだっけかな、ちょっともうど忘れしてる。あの赤い髪のね、多分冒険に出てると思うけど。こっち側から行けそう。てよー、犬を撫でれば、樹冠遺跡の特別な力を入手。見聞録。さてこれ撫でると何くれる？大きな骨。そんなそんなものいらないんだけど。さて、ここら辺も何かあるね。ここら辺も何かあるんだけど、上あまり上がらないんだよね、このカメラが。なのでよく見えない。別角度からいけそうだけど、まあいいでしょう、今ではないと思う。あー、なんか街また別の場所来たけど、いや遠すぎやしない。まあだからこそのファストトラベルなんだけど、多分まだ行けないと思うんだよね。これクエスト見るだけか。ワールドマップ、え、何も表示されない。マップがない可能性あるけど。ティアー、いやいや遠い遠い。まあでもここら辺にアガート姉さんもいると思うから、帰り際そっちがやってもいいしで。ようやく到着。日も暮れそうだね。どういう描写になるのか楽しみだけど。さて魔物倒せばいいだけだから。
ーん、どこだどこだ、こっち側。まあこれ走りながらボタン連打しててもスイングはちょっとできないけど、うん、これ取れるんでね。なんだろう、ジャンプしろってこと、この場所。二段ジャンプはできない。あ、これもう来た場所か。なかなか当たらなかったりするから。なのでこの殴る以外はボタン押しっぱなしじゃ無理かな。さすがに無理か。タイミングよく A ボタンを押しながら進めば。今回はどんなものと出会えるかな。私は最高の錬金素材と出会いたい。さて、あ、発見。で止まってしまうとワンテンポこういう動作が入っちゃうから、発見、止まらずに動き回した方がいいけど、なか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 当たらないね。ちょっと待って何これ、火の上でずっと。ティアー、これは関係ない、関係あるか。タオ、サポートは任せて。おっと、チュートリアル行こう。ライザ LT と RT を押すと操作キャラを切り替えられる。まあ基本ライザでやっていこうと思うんで。でも切り替えろっていう案内出てるね。アグレッシブモードに変わる、味方がスキルやアイテムを使用する。アイテム使ったらダメなんじゃないの。サポートモード、サポートモードは味方が AP やアイテムを使うのに必要な CC を貯めるように行動する。うん、うん、自由にやってみましょうになってる。いくぞ、いい顔で決める。いやー、すごいなんか目まぐるしくなってるから。何やってんだ。おっと、当たった。お、回復、誰かやってくんのかな。よし、こっちは倒したぞ。あ、まだいた、敵。見切れるか。寝ちゃいなさい。行ってて、行くぞ。うん、貴様を切る。とりゃ、うん、結構操作大変だね、煩雑で。やったね、ライザ。で、後ろ側はダメだな、なんか繋げるのがすごい大変。みんな、大丈夫だった。あ、あとなんだ、服の汚れとかありそうだね、今回。みんな、大丈夫かい。あんまり見た目変わるの好きじゃないんだよね。いちいちそれをなんか洗うみたいなね、動作が必要になるから。敵のお出ましだ、気をつけろ。後ろから来たかったけど。ライザの錬金術期待してるぜ。うん、どっちだどっちだ、こっちじゃないか。熱いのをあげる。行くぞ、終わらせる。見切れるか。あー、タイミングなんかおかしかったね。よし、一匹倒せた。はっ、トウ、よくやった。貴様を切る。タ、とりゃ、よし、一匹やっつけた。うん、さらに倒して。すげえな、タ、これも経験。ちょっと待って、タオ、タオ、なくなってんだけど。このなんか繋がらんのよね、これ。タ、いけ。もうそれこそもう見て押すんじゃなくて連打で押していくような感じになってるような気がする。まだまだ強くなれそうね。さて、少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。俺もまだまだ修行が足りんな。うん、コローに報告。まあ今の敵を倒せばよかったのか。よし、魔物は倒せたね。これここら辺、コローに報告するか。見つけた。うん、ここら辺を止まらずに駆け抜けながらボタン連打で。これいいね、いいんだけど、結局はこうしたものは振らないといけないから、その点は大変。で、この振るときには確実に動作が止まってしまうんで、
で、多分てよこれもうちょっと、この中に入ってても反応してくれてもいいんじゃないとか思っちゃうけど、てよでかいのはスイングできない。で、これでワールドでなんでこれ見らんないんだろう。マップがないのかな。でもキャラ、あ、これクエスト絡みのみ表示ってことかな。報告課の、報告課の何にすればいい。今飛ばないのか。あ、なんかマップがどうのこうのっていう、どこに行こうかな。あ、これかな。これで、え、どこ行けばいい。隠れ家の方が近いか。あ、なんか変な画面出てきて、うん、あ、なるほどね。これ多分移動するんでしょ。長押しで移動。なんかいくつかマーキング出てるけど、何これ。何なのこれ、わかんないんだけど。こんなん出てこられても。ここにしよう。小妖精というが、実際魔物なんだよな。紛らわしい名前の付け方だ。あ、何かここ武器屋か何かあるっぽいか。あ、そういうアイコンか。何かしら買い物できるような。多分この映像キャンセルはできないと思うけど。さて戻ってきて、結構移動遠かったような気がする。うん、場所も覚えないとね。うん、なんか視力が悪くなったような感じで、この描写良くないね。すごい目に来るんだけど。この遠くの方がぼやけるっていうね。さて。てよーこの、当たらないの、なんとかならんかこれ。よっ。さて、間もなく到着のはず。こっち側か。うん、到着。倒してきたよ。早いな、さすが錬金術師。感謝する。これは謝礼だ。毎度ありがとうございます。他に何かあればまたどうぞ。頼りにしている。それではな。頼りにしているか。ずいぶん昔と印象が変わったな、錬金術師さんよ。誰かさんがいない間も地道に実績を積み上げてきましたからね。確かに、コロを見かけたら逃げ出していた悪ガキが、大した成長ぶりだ。ほんと素直に褒めないんだから。大体、あんただって一緒に逃げてた悪ガキの一人じゃない。そうだったかな。そっちはよく覚えてない。嘘つきなさいよ、もう。俺の嫌がらせが尾を引いてないか心配だったんだが、本当に大丈夫そうだな。なんだろ今の嫌がらせの話というのは。過去のいじめみたいな状況のことを言ってるのか、それともまた別なのか。さて、アガーテ姉さんの手伝い、うん、ねえ、どこに行くのさ。あ、まあこれか。これで多分移動できるんだけど。あ、できるね。ここ。ここでいいのか。ちょっと何ボタンって言ったらいいかわからないけど、プレステ4のコントローラーの上の方の左側のボタン、真ん中にあるね。それを押せば、マップが開いた。忙しそうだね。ライザか。まあ、仕方のないことだ。これだけの非常事態だからな。何、アガーテ姉さん。例の島ではすまなかったな。
守り手と言いながらお前たちの足を引っ張るばかりで。あれはしょうがないよ、初めての場所だったんだから。それでも守り手の中には気にするものが多くてな、私もその一人だ。アガーテ姉さんは十分強いのに。褒めてくれて嬉しいが、私以外の連中もできれば腕前の底上げをしたい。そこで普通より丈夫な武器を用意してほしい。訓練に使いたいんだ。なるほど、そういうことなら喜んで引き受けましょう。さて、どんな武器を作ろうかな。さて、チュートリアルこの場で作るのか。スキルツリーね、 SP が必要。様々なことでもらうことが可能。オニキスブレイド長押し。さて、習得ができた。隣接するスキルが習得できるようになる。まあ、いろんなものを覚えていきましょうという。よし、こんな感じでやってみよう。さて、武器の素材はあったかな。なければ対岸まで取りに行こう。まあないのかな、この様子だと。では移動だけやっていきましょう。出入りしすぎて。さて、この辺りにありそうなんだけど、これ家だよね。ん、インゴットは用意できてるってことでいいのか。この場所何作ろうかな。インゴットお任せ投入とまとめて選択。あ、またわけのわからんことが。うん、ちょっとよくわからんけど何かやりましょう。インゴットは作るものか。入れる場所は、材料。材料はある。まだまだすごくなるかも。これでお任せ RB 低品質でいいので作りましょう。どこに入れよう。これで出来上がった。こんな感じかな。よし、いけ。自分で使うわけじゃないからね、あまり品質良くなくてもいいでしょ。違うか、インゴとか。これから武器作らないとダメなんじゃない。オニキスブレイドを2本調合する。どれにしようかな。これも低品質で入れる場所は、どれにしようかな。よし、行け。これで1本目だと思うから、もう1個作らないとダメか。そうだよね。どれにしようかな。お任せできるのは本当助かるけど、結構1作目か2作目でお任せでやってたらなんかどうにもならなくなったみたいなことがあったんでね。入れる場所は、あら、ダメ、今作れてないの。入れる場所はマテリアル感解放。多分インゴットが足らなかった可能性がある。よし、行け。できた。さて、どれにしようかな。ニキスブレイドサイド。材料は、うん、これ任せ投入なぜできなくなってる。何入れようかな。どこに入れよう。なんだろう、お任せ投入が、あ、違う、ボタン間違ったから入れる場所、それはできないわ。一生懸命オプションボタン押したわ。よし、いやいや、もう、うん、完成。何作ろうか。これで準備できた。アガーテ姉さんのところに持っていこう。コントローラーのボタンに関してはもう統一してほしいとか思っちゃうよね。どこか行くのか。さて、では移動やっときましょうか。どこだっけか。あ、下か上か。ここでもこの赤い矢印出て場所が分かるようになってるんで助かるね、これは。あ、違う、これここに行きたいんだけど。あ、違うわ、ここ。ここでいいのか。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。さて、移動しましょう。うん、日本これで平気だと思うんだけど。はい、ご注文の品。
思ったより立派なものを作ってくれたな。ありがとう。これが報酬だ。毎度あり。結構切れるから気をつけてね。ああ、これをしっかり扱える程度には鍛えるよ。やあ、ライザ。見てたよ。守り手の武器まで任されるようになったんだ。今日のはたまたまだけどね。やっぱりみんなあの島のことで緊張してるみたい。ねえライザ、あの島ってやっぱり。うん、錬金術に関連する何かだと思う。そうだよね。もしかして遺跡とかも眠ってるのかな。みんなが来る前に一人で探索に行ったらダメだよ。島を動かす錬金術なんて危ないに決まってるんだから。分かってる。ちゃんと我慢してるよ。我慢するほどには行きたいのね。ひとまずこれくらいかな。今日のところは一旦帰ろう。ということで、これ途中セーブはできないのかな。オプション途中セーブはない。ひょっとしたら、え、わざわざ戻らないとダメってことこれ。じゃあ戻りますか。ライザの家。ライザの家にはどうやって戻る。どこか行くのか。こちら側、隠れ家。ここでいいのか。たまに懐いてくる魔物がいるのよ、ね。あと赤い髪の1作目と2作目出てきたキャラクターレントだね、名前ね。ようやく思い出した。急に今のムービー見たら。さて中入って、家に帰って、ここにイベント来らない。では今回はこれで終えて、また次回続きやっていきたいと思います。次回以降は再生リストから見られるような状況にしておきますので、ぜひとも再生リストから続きご覧いただけたら幸いです。ではでは。